ちは。メントスとコーラだって。まず、皆さん、ここには火山がたくさんあるというのはご存知だと思いますが、一番有名なのは富士山だと思います、うん、これは世界遺産にも登録されておりまして、最後の噴火は300年前なので、まあ、ほぼ噴火する可能性のある火山です。で、皆さんよくご存知なんですか。今日はちょっと見えないですけど、ジグバ山はじゃあどうかというと、あれは実は火山ではない、なので噴火する心配はありません。で、実際の火山というのは、たまに皆さん動画とか映像とかでご覧になっているご存知だと思いますが、いろいろなものを吹き出していく煙だとか溶岩だとか、こういった非常に、危険な後に巻くスピーカーいいね。うん、ね、あれいいね。この噴火というのはですね、火山の下にマグマがありまして、それが、まあ、そのいろんな作用を起こして噴火するといったものです。この火山はなぜ噴火するんだろう。理由は様々、まあ、いろんな火山によってタイプ、様々なタイプがある理由いろいろあるんですけども、その中から出てきた岩なんかを見ると、我々そういった噴火で出てきた岩とか石とか、そういうのを拾ってきて中を顕微鏡で見るので、まあ、どういった噴火のタイプだったとか、そういったことを調べたりする研究をしているんですけども、その一つに、マグマから出てきた石、泡だらけの石がある、軽石って皆さんも触ったことあると思います。中の足立ホールの火山グループのブースにも実際の噴火で出てきた軽石が置いてあるので、そちら見ていただくと分かるんですけども、泡だらけの、泡だらけとか穴だらけですね。これは、噴火前にその泡がマグマに含まれていたということを示していて、泡がたくさんあるというと皆さん何を連想しますかね。まあ、ここにあるコーラも振ったら泡が出てきます。お父さんたちは多分毎晩のビールを想像されるんじゃないかと思いますが、この火山の噴火をこのコーラとかをビールを、まあ、ビールは使いませんけど、今日コーラを使ってこういったまあ再現できないかといったことを今回、ちょっと難しい話をすると、その火山の、下ですね、いやマグマだまり、マグマがいっぱいあるんです。そのマグマにはガスが含まれていて、それが、圧力の変化によって泡になる。で、泡になると体積が増える、マグマが膨らむので、これから噴火する。これをメントスとコーラを使って今日やってみようというのが、なるほど、するものは今目の前に並んでいるコーラ、それから、その辺のコンビニで買ってきたメンです。それから穴の開いたキャップです。今からこれ準備になりますが、この上にちょっと小さい穴がある。それから、磁石のついたメントスのこっちに引っ張る磁石が長い。で、あとはこういうのを付けつがあります。で、これを使って今から実験を行います。食べてるのやつ、ようやく露出するのでコーラ被らないように気をつけてください。多分そのラインから向こうにいれば分かることはないと思います。ここから作業中にメントスコーラに落としてしまうと、ここで噴火が始まってしまいます。合図まで頑張ってください。で、人に向けてはいけません。じゃあ、この紐を引っ張る役をですね、8人の方にお手伝いしていただきます。はい、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 じゃあじゃんけんで決めますね。絶対勝てよ。いけ、いけ、いけ。アイコなあ、ゆうくん勝ったじゃん。おお、勝った。じゃあとりあえず6人でやったぜ。いいなー、いいなー、いいなー。
かめっちゃビビってるし、めっちゃビビってるし。行けって言ってもダメなの。意外だよ。行きそうだよ。ダメなんだよ。人前だよ。意外と。格好は。メントスが引っ張ると落ちるんだね。なんで引っ張ると落ちるの？引っ張ったら動けない。メントスはあの紐にちょっと緩く結ばれてて、無理やり引っ張ったらメントスがポロッと落ちちゃう。結構あの真ん中のでっかいベッドボタル狙ってたよね。すごいよ、なんか生まれたりなんだけど。あ、そうか、真ん中のやつでかいの。でかいの、あれが痛いって。ダダ、これやってる、やってる、ダダ、これやってる。頑張れない。ハルのお友達のこと頑張れ。はい、3、2、1。みーちゃん残ってんじゃん。いけいけ。あー、アイコでしょ。アイコじゃない。最初はグー、ジャンケンシャン。アイコでしょ。うおー。鉄がついてて外から磁石でやめて。やってんのかな。それだったらさ、あのブチってさ、なんかあの鉄が抜けちゃうじゃん。磁石だからね。結んでないんだ。そうだよ。外から鉄を磁石でくっつけてるんだ。飲みたい。行け。うわ。長い長い長い。イエーイ。